というわけで、ウェピーです。実はですね、今ウェピーサポート中ということで、新しいファミリーがゴールドコースで着きました。ちょっと今日は、今回はですね、いろいろありまして今初めて回してるということですが、ジェットスターが、そうですちょっと、はい、一文字大変でした一文字がありましたということなんですよ。はい、まあとりあえずようこそというわけですね。ジェットスターがですね、今というか昔からなんですけれども、結婚になりがちということで、今回もね、結婚にもならなかったんだけど、ケアンズ経由になって、ケアンズで足止めをくらったということで、ちょっとバタバタって変則的になったので、今回してるよということですね。返金みたいなバウチャーがあるということで、ホテルになんか泊まったな。そうですね。どこの？ヒルトンホテルとか。豪華だよね。ホテル探して、明日また来てくださいって。うん。550ドル。うん。レシート持ってきたら、それまで返金しますって言ったんで。なるほど。ヒルトンに。はい。行ったの。まあ、そう考えると、そこはジェットスターさん、まあ、太っ腹というかね、ちゃんとそこはしてくれると。いうことですね。そう、だからちょっと変則的だけれども、ウェピーサポート今やってきて、まあでもバタバタってちょっとなったけど、ほとんどのこのスタートアップのためのね、ワーホリスタートアップのためのなんか必要なこととかは揃っているよという感じですね。だからなんだろうな、なんかもうこういう状態なんですよ今。まだ飲んでないけど、まだ飲んでないけど、もうこれお土産でね、なんか素敵な日本酒を、はい、持ってきてくださったということでね、これはいただきたいということですね。これなんか有名なですかね。ね、やつ、美味しいやつ、美味しいやつみたいな。ドカラ。今回ワーホリでね、学校にも4ヶ月行ってっていう感じなんですけど、このワーホリの経緯だけじゃ聞かせて。ああ、うん。そうですね。自分の奥さんがいるんですけども、うん、奥さんが海外志向ということで、うん、それで奥さんが海外に留学するっていうことが決まって、うん、そしたら自分も海外に行って。うん、自分も英語できるようになりたいと思いまして、はい、で、奥さんはカナダへ。そうなのよね。2年間行ってなりました。で、私は1年間オーストラリアに行ってました。私はそう、ちょっと変わってるというか、なんか面白いね。奥さんはカナダに行って、自分はオーストラリアに来たの。はい、オーストラリアでサーフィンしたいと思いました。おー、サーフィンね。あ、いいじゃないですか。奥さんに甘えず。奥さんに甘えず頑張っていこうかなと。なるほど、面白いですね。あ、なぜウェピーを選んだというか、どうやって知ったんですか？あ、それはとりあえずワーホリに、オーストラリアに行きたいって思った時に、うん、で、ゴールドコーストに、うん、で、だったらサーフィンができるというので、うんうん、YouTube でゴールドコーストをこうやって調べたら、うんうん、ウェピーが、エージェントみたいなことやってるっていうのを知りまして、なんかいいかもしれないと思って、応募させてもらったというか。なるほど。はい、連絡させていただきました。あ、そうだね。まだあれだね、ゴールドコースでワーホリに調べたら私出てくるんですね。なんかちょっと安心しました。そうですね、皆さん YouTube で見つけてくださるので非常にありがたいですね、それは。でもなんかあれだね、僕でよかったんですね。なんかこう、なんかそう、あ、これいいんじゃないって思えたってこと。なんとなく感じで。お、感じで行きました。乗りで乗りで。正解。大正解です。じゃあこれから1年間ワーホリ楽しんでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。